どうもたてちんチャンネルへようこそ。たてちんでございます。本日はリボ8いってみましょう。リボ8ポチッと。はい、本日こちらリボルバーズ8でございます。まあこのリボルバーズ8ですけれどもね、知ってる人もね、多いかなと思いますけれども、このおとぎ話、今ここにいるよね、犬、猿、キジ、お前らの仇は必ず取る。このね、桃太郎でございます。ちょっと、まあ、どんなキャラっていうかがいるのかちょっと見たいと思いますけれども、こんな感じでございます。まあ、見ていきますと、まあ、これね、桃太郎とか、裸の王様とか、シンドバッド、それから、赤ずきんとかね、まあ、おとぎ話に出てくるヒーローたちが、ここでね、まあ、達人のパーティーになってくる。このね、このリボルバーズ8でございますけれども、アラジン、金太郎、それから赤い靴、なんかまあいろいろね、シンデレラとか。で、ここに来ると、マッチ売りの少女、ね、とかも出てくるわけでございます。まあ、クマなんだけどね。まあ、あとは、このおとぎ話に関連するような、この、孫悟空とか。この辺欲しいね。ヒーローたちがね、まあ、こんな感じで、いるんですけれども、まあ、この辺の下の方は、このリーグレベルが、こうだんだん上がってきたところで、こう解除、ね、アンロックされていくというところでございます。で、現在、縦チンのパーティーですけれどもね、まあ、見ていきますと、桃太郎、それから、裸の王様、それから、シンドバット、ね、それから赤鬼、空飛ぶトランク、トランプ兵軍団、それから赤ずきん、それから、この星の銀貨っていうようなね、パーティーを組んでおるところでございます。はい、今回このまず次元書でございますけどね、ちょっと、やってかな。今回はこっちの、これ、獅子の次元書。これ行ってみっかな。行ってみよう。今、リーグレベル4なんですけれども、購入したいと思います。行ってみましょう。さあ、何が出る？来た！カラステングからの、星の銀貨。そして、ファイヤー。そして、起きた！シンドバット。そして、泡、毒リンゴ。そして、おお、マッチングの少女。結構来たね。シンドバットをレベルアップ。ね。大概の魔物は倒せそうな気がしてきたぜ。そして、俺のレベルも、ということで、俺のレベルも結構アップしました。で、これアップすることによって、タワーがあるんですけども、そのタワーがどんどんこうレベルアップしていくような感じです。はい、早速ですけどね、バトル、ちょっと行ってみましょう。頼むよ。勝負の時間だ。みんな相手強いんだよな、やはり。ここまで来るとどんどん強くなってくるな。行くよ。さあ、出航だ！せい！くらえ！はっ！ほらよ！嘘だろ。あたしが来たよ。これ！ドン！あたし登場。どうぞ。もう、怒ったんだかね。あげないぞ。そっち！それもう怒ったんだかね。はい、ガウセチガラ、みんなありがとう。尋常に勝負。それえい、ドン、行くよ。行くぜ。はい、行くぜ。焼きが回った。せいせいせい。どうしたらいいの？さあ、出航だ！せい！燃えちまいな！くらえ！はっ！ほらよ！嘘だろ？行くよ！はっ！よし！よっしゃ！
てやるぜ。タロの必殺切り札だぜ。犬、猿、キジ、行くぜ。これだ。半合思考弾。安らかに眠るな。行くぜ。任せな。ついてねえな。ダーン。行くよ。さあ。盛り上げていくよ。フルスロットル。アクションスタート。さあ。あたしの特段場。させるか。あたし登場。これももたろう。さあ行くぞ。成敗してやるぜ。さあ行くぞ。登場。さあもう待つ。それ。行くぜ。K.S.K. さあ必殺だ。バーリッサー。焼き釜は。それ。ダーン。出番だな。さあ。盛り上げていくよ。行くぞ。行くぞ。ほらよ。そりゃ。やったー勝利。次は俺たちに向いてるみたいだ。やったぜ。イエーイ。ありがとう。ありがとう。まあ、もう一戦ぐらいしてみっか。あまり得意じゃなくてよ。行こうぜ。行こうぜ大将。勝負の時間だ。さあ行ってみましょう。おっしゃ、任せとけ。出番だな。さあ行くよ、行ける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 よ、行ける行ける行ける、よっしゃ。くらえ。あたしが来たよ。よっしゃ。それ。よっしゃ、行けるよ。さあ、これでもくらえ。これでもくらえ。ほらよ。あたしが来たよ。おいおい。さあちょっといい炒めましょう。行くぞ。切り札だぞ。来い。行くぞ。猿、いい。犬、猿、キジ。行くぞ。ママだろ。おお。反応しそうだ。どうした。安らかに眠るな。行くぜ。何？もどもど。さあ、ママだろの必殺。ほら。必殺ではないけど。危険。よっしゃ。石火山。筋肉が。よっしゃ、いくぜ。キューダー、いくぜ。ついてねえな。さあ行くよ。決めるよ。僕の本気はなんだ、シャレになんないよ。さあどいたどいた。あたしが来たよ。ヘイ、どら、ヘイ、どら、ヘイ、しまった。さあ、直接攻撃。してやるぜ。さあ、桃太郎、やった。行くぞ。勝利。次は俺たちに向いてるみたいだ。イエーイ、やったー。はい、
本日こちらリボルバーズ8、なリボ8でございますけれどもね、このおとぎの国のヒーローたちがね、まあ、伊達ちんのこの、まあ、戦略術でね、どんどんね、こう勝利を導いてくれたわけでございますけれどもね、もうこのやはりこのおとぎの国のヒーローってね、やっぱりね、小さい頃からね、まあ憧れてたヒーローかなというふうにございますけどもね、結構だんだんこうバトルがこう進むにつれて、結構ね面白く感じになってくるのかなというふうに思います。今回ねこのリボルバーズ8ですけれども、下のね概要欄に、詳しい URL 貼ってありますんでね、よろしければねこちらの URL、チェックしてみてはいかがでしょうか。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ということで、伊達ちんチャンネル